獣王の聖地瑞穂の霊気によって封じられた名もなき闇、青き航路を守るためとあらば、海を駆け地獄を巡る永遠の約束が今配信6周年期間限定イベント開催。天上無休、罪汚れを罰除せん。そんなにパナイ戦場だった？なら癒しを求めてサテンでも行く？困ってるなら初月に助けを求めたらいいよ。だって初月は指揮官を助けるためにここにいるんだから。お腹すいたなあ。指揮官ねえねえ、ご飯をおごってよ。わしはデザートにプリンを所望するぞ。我の拳をその小腹に食らわせてやるのじゃ。
もずぶ濡れになっちゃえ。若月ったら、遊びたければ水着に着替えて一緒にプールに入ればいいのに。まあ今さらやってきてももう指揮官は初月のものだからあげないけど。刀はどこに行ったんですか。音楽とかそういう場合じゃないよ。ハン、この白竜の弱みにつけ込もうとするなんていい度胸だな。思い通りにはさせん。刀のことは心配せんでいい。我が引く調べのみに集中せ。いいな。三味線を太ももに乗せて、竿を左手で持って、バチは右手で。あ、指揮官？カシノがどうかしましたか？そういえば、このセットはお座敷風ですね。指揮官を招待するからか、ちょっと凝っていますね。指揮官様、お帰りなさいませ。なるほど、こっちの方がもっと喜ばしいのですね。雲仙も知らないことがまだまだ多いようで。場所はこのままでも。衣が着崩れるのは本意にあらず。なぜ私の弱いところを必要に。